くこのジャパンラウェイの場合にはトケシが顔ですからね。はい、そうですよね。1年間で11試合もするっていう、ね、ちょっとどう入りますか。左のローから入ります。あ、マウンマウンはしかし打倒トケシで今日来ています。いやアグレッシブ、アグレッシブ、激しい、トケシが危ない。これ日向さん、やはりマウンマウンはいつも通りローを蹴っていきたいと思うんですけど、はい、あのやっぱちょっとでかいんで蹴りづらいと思うんですよね。あ、なるほどね。いつもとはちょっと勝手が違うか。さあしかしトケシ公平、もうラウェイもこれで12戦ということになります。あ、でも腹きましたね。はい、いやしかし飛び膝、いや今ちょっとカウンターの右フック入りましたよ。はい、もうミャンマーでは本当に人気のあるトケシ、一番有名な日本人かもしれません。さあボール、今ちょうどミン・マウン・マウンがもう一度トケシ、ちょっと若干あんまり良くないのはこうトケシ左に入っちゃうところですね。あの右回りをもうちょっと徹底してほしいですね。ああ、なるほどなるほど、はい、うん、お互いにパンチの応酬、これはしかし当たっていません。前蹴り、トケシ、いや右の、はい、左回りしちゃうと狙いたい、はい、相手選手は、はい、あのすごい顔に何でも出るタイプなんで、あのやりやすいとは思いますね。なるほど、はい、不安な顔とかすごい出るじゃん。表情ってのは相手の顔見ながらよくわかるでしょ。出しちゃダメだなって今ここで思いました。あ、一発入った左足、これは強烈、動けない。しかしミンマウンマウン、スクッと立ち上がったがダウン。体勢は弱いね、やっぱり。そうするとあれ、あと三日月っていうのは我々放送席から見ていつも思うんですが、はい、ハイキックのような華やかさと違って1分間のインターバルを経て、さあトケシ、うん、これはダウンではありません。ちょっと腹に一発入れば終わりですよ。あ、それは当然トケシも考えているはず。だからあの変な大振りのパンチだけをもらわないようにすればいいです。はい、左、そしてトケシ、日本に初めて来ました。ミャンマーミンマウンマウン、全ては打倒トケシのため。しかしトケシがそれを許さず、第2ラウンドがあの距離感でこう、はい、腹きましたね。あ、左左左、そしてパンチ左、さあ押していくミンマウンマウン、左のところ右、はい、いやいい膝、右、トケシ、さらに左右、膝、膝、もう一回左、かなり押し込む感じです。パンちゃん、これがね、ラウェイなんだよね。すごい。ねえ、いやこれは入った。これは終わりですね。立ち上がる気配がない。いや、しかし意地を見せたか。あ、大の字だ。今 KO でトケシ公平、初めてじゃないですか、もうミャンマーに勝ち越し決定という。あ、日本対ミャンマーでもうすでにこれで2勝ですね、はい、あ、最初にラウェイを見たときにはミャンマーの選手が勝つのは厳しくなりますよね、もう右の拳がうんぬんなんていう話は全くなくなりました。見事な見事な勝利を収めたトケシ公平のヤイダンスです。まあこれ日向さん、はい、メインの座をトケシが東に譲った格好にはなるんですが、そうですね。